はい、こんにちは。いつもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしていますえ。今日は何の話なんですけれども、マーケティングについてです。マーケティングで求められる力とは何かこれをいくつかの要素に分解をして、マーケティング力を掘り下げていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。 はいえ今日はマーケティングについてです。え今日の内容はですね、大きくは2つ2部構成になるかなと思います。前半では最初に、そもそもマーケティングとは何かについて、これは私の一言の定義があるので、マーケティングとは何かを見ていきましょう。で後半では、マーケティング力になります。マーケティングで求める力は何か。これを5つに整理をしてみました。はいえでは、まずはそもそものマーケティングとは何かです。 でここで質問なんですけれども皆さんはマーケティングと聞いてどのようなイメージを持っていらっしゃるでしょうかマーケティングとは何かなんですけれども私の一言があるのでここではそれをご紹介させてもらいますマーケティングとは顧客から選ばれる理由を作る活動全般ですもう一度繰り返すとマーケティングとは顧客から選ばれる理由を作る活動全般です最後に活動全般と言っているように 私のマーケティングの捉え方はかなり幅広く捉えています。でこの定義でポイントになるのは顧客から選ばれる理由ですで。選ばれる理由というのは何かというと、えー、っと顧客に消費者とか取引 B2B ビジネスであれば、企業の相手からなんですけれども、その相手に自分たちが提供する価値です。で価値があるからこそ顧客は選んでくれます。 でもう少し選ばれるというものを、えー、っと、じゃあ具体的に例えば何かというと、端的に言うと、買ってもらえるになります。それ以外には、使ってもらえる。お店に来店してくれる。指名される。こうした選ばれるという顧客の行為を偶然に頼るのではなくて、意図を持って確率を高めていく。これがマーケティングだと,というふうに考えます。はい。ここまではマーケティングについてでした。 では、後半はですね、じゃあ、マーケティングに求める力、マーケターが求め、えー、持っていた方が良い、持っているべきであると、私が考えるマーケティング力について見ていきましょう。でマーケティング力というのを、えー、何かなというのを考えたときに、私は5つあるなと思いました。で5つ、まず言っておくと、えー、目的を設定する力。2つ目が、顧客を理解する力です。3つ目が、戦略立案の力、戦略を作る力ですね。 そして4つ目が実行する力で最後5つ目なんですけれども評価する力ですでは今の5つそれぞれについてもう少し順番に見ていきましょうはいマーケティング力5つご紹介しました1つ目は目的を設定する力ですここで言っている目的は上段レベルで言えば、えー、と事業の目的になりますで事業の目的から次にマーケティングで何をするか何をするべきなのかという 目的に入っていきますで目的を設定すると同時にやっておきたいのがゴール設定です。で目的とゴールの関係は何でしょうかえゴールというのはその目的を達成した時の具体的な状態です。こういった状態になっているだから、えっと、目的を達成したというふうに見なせるえ目的に対してその状態具体的な状態をゴールとして設定するこれを作る力というのがまずはマーケターに求められます。 二つ目は、顧客を理解する力です。前半でマーケティングとは何かを、私は顧客から選ばれる理由を作る全般というふうな表現をしました。顧客を理解するというのは、言い換えれば、なぜ自分たちは選ばれるか、その選ばれる理由をしっかり顧客目線で理解していくことです。そもそも誰を顧客にしているのか、その顧客が彼ら、彼女らが抱えている問題ですね、どんな不便、不満、ニーズを持っているのか、 あるいはニーズにすらなっていないような奥にある気持ち、インサイトですね、顧客インサイトを持っているのか、こうした観点から深く顧客を理解する力、これがマーケターには求められます。はいで、3つ目の力なんですけれども、戦略を作る力ですで。戦略とはそもそも何かなんですけれども、私は目的を達成するために、やることやらないことの方針、こんな表現を戦略とはで当てはめています。 目的を達成するためのリソース配分の指針になります。で、戦略の上位には目的があるんです。先ほどのマーケターの目的を設定する力と言いましたが、その目的に従って、じゃあ何をやるか、そしてもう一つ重要な、何を自分たちは意図を持ってやらないのか、これを決めます。その大きな方針が戦略になります。で戦略はしっかりと目的から落とされているか、戦略はシンプルであるか、やることやらないことが明確になっているか。 マーケティングの観点で自分たちは何をやるのかそして何をやらないのかこれを明確にしますはい4つ目の力実行する力ですこれは3つ目の戦略からつながっていくんですけれども戦略を作って終わりではなくてしっかりと実行する、まあ、実行プランを立てて実行をやり抜いていくことが大事ですで戦略に対して実行プランというのは戦術にあたります 戦略でやることとやらないこととのの大きな方針をを示した後ににじゃあ具体的に何をやるのという問いに答えるのが戦戦術実行プランになりますで戦略というのは、えー、作っただけではまだ価値を生み出せていないんですね戦略というのは実行して初めて価値があるのでしっかりと戦略と実行をセットで実行プランは具体的になっているのかそして目的戦略実行と一貫性があるかどうか現場にしっかりと浸透しているかフォローも徹底しながらやり抜いていくか こうした力がマーケターには求められます。はい。ここまでマーケターに求める、求められる力、マーケティング力とは何かを5つのうち4つまで見てきました。目的を設定する力、顧客を理解する力、戦略を作る力、実行する力、ここまでが4つ目です。で最後が評価する力ですで。評価とは何を評価するんでしょうか評価をするとは、実行した後の振り返りになります。PDCA のイメージですね。 P と PlanD、Do で終わりではなくて、しっかりとチェックと次へのアクション、アジャストをしていく。この PDCA の観点を入れているのが評価する力です。実行をやりっぱなしではなくて、しっかりと何が機能して何がうまくいかなかったのか、特にうまくいかなかったことの検証が大事です。何の想定が正しくて間違っていたかです。 評価するときに遡っていくのは、実行がまずかったのか、戦術ですね、あるいはその上位の戦略だったのか、その前の目的が間違っていたのかです。あるいは2つ目のマーケターに求められる力で、顧客を理解する力とあり,ましたありましたが、顧客理解が足りなかったのか、だから実行がうまくいかずに、えっと、想定していた水準に達しなかったのか、こうした観点から評価をしていきます。 以上のマーケティング力ですね。5つご紹介しました。もう一度繰り返すと、目的を設定する力、顧客を理解する力、戦略を作る力、実行する力、そして5つ目が評価する力になります。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また、 フォローチャンネル登録をしていただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひフォローチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。